皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ゴールデンウィークでございます。連休でございます。皆様ギター練習しておりますでしょうか？私、滝沢勝成もバリバリやってます。わーみたいな感じで。まあ、今回も結構雑談っぽくですね。まあ、僕自身が最近やってる練習の内容とか、こんな練習してるよ、あんな練習してるよ、そしてこんな効果があったよとか、こんなことしてるよ、みたいな。まあ、そんなことをですね、雑談っぽく話をしつつ、やっぱりこう練習をずっと続けてるとですね、この真面目にというわけじゃないんですけども、物事を上達するためにはどういうことをしたらいいか、どういうことに気をつけるべきか、どんなことを意識したらいいかってことですね。やっぱりこう真面目にこの考えてしまうわけなんですよね。なんでこの1ヶ月2ヶ月3ヶ月で考えたその上達の仕方を真面目に考えるというか、まあ、哲学するというか、まあそんなことをですね、まあちょっと雑談があってらその話もしてみようかなと思っております。今回はね、僕はそのギターにフォーカスをして話をしますけども、別にこのギターが、まあ、例えばそのスポーツとか、なんか走ることとか、そういう自分の趣味とかでもいいですし、まあ、勉強とか資格とかお仕事のこととかでもいいと思いますし、まあ、いろんなことにね、そのままもう置き換えられて話ができると思いますので、まあ、興味があれば、チェックしていただけますと幸いでございます。そんな感じの上達のこと、練習のことを、真面目につらつらと喋る動画でございます。はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ、どっちかというと僕の練習の内容よりもその上達の仕方の方が多分皆さん気になると思うので、そっちの話からちょっとしてみましょうか。まあ僕はですね、昔から常日頃その練習、そのギター上達になるためにはどうしたらいいですかという質問をいただくと、もう必ずも練習って答えてるわけでございますよ。まあそりゃそうですよね。もう皆さんわかりますよね。上達。上達っていうものがありました。で、これをね、成し遂げるためにはどうしたらいいかっていうと、もう本当練習。もうひたすら繰り返すしかないんですよね。もうやるしかない。で、まあ、ここで話が終わってしまっても別にいいんだけれども、まあ、もうちょっとそのね、もう少しこの、やっていくとすると、この練習をするためには、自分のその行動を起こさなきゃいけないわけですよね、行動。で、さらに言うと、その行動を起こすためには、そのやる気というか、モチベーションというか、まあ、そういったことが出てくるわけでございますよ。もしそのね、ギターを弾くこと自体がすげえ楽しかったらさ、このやる気ってさ、うわ、楽しいからもっとやろうみたいな感じでさ、自然と湧いてきてさ、で、その行動して、なんかそのギターの準備をしたりとか、なんかソロギターのグッズを揃えたりとかして行動して、で、実際練習っていうその行動して、まあ、その上達につなげるって感じなわけじゃないですか。で、もともとこのね、やる気、まあ、モチベーション、その自分がその行動したい、やりやしたいっていうそのモチベーションが全くない状態で、もう自分にごまかして行動して、自分にごまかして練習しても、なかなかこれ上達って結びつかないっていうのは、なんか皆様の経験があるかと思います。なんかこう、いやいややってても、なかなかうまくならないみたいな。もうそれがね、もう苦痛でつまなくなっちゃって、なんかギターとか練習とか、やだーみたいな感じになっちゃっても、結構本末転倒なわけじゃないですか。なので、まあ言ってみれば、そのね、このきっかけであるこのやる気、モチベーション。これをね、そのどういうふうにこうね、工夫して生み出していけばいいかっていう話をですね、ちょっと今日はしてみたいんですけども、工夫ってこうか。工夫。さっきから字下手すぎやろって感じですけど、気にしないでくださいませ。ちょっと掛け字おかしいやろってのもあるんですけど、まあ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 、どんまいどんまいどんまい。まあね、僕はその、モチベーション上げるためにはですね、まあその楽しむことが大事とかね、そのギターを面白く思うことが大事みたいな、あんまりこの義務感とかね、無理地したりとかせずに、まあ弾きたい時に弾くみたいな、なんかそういうことが大事ですよなんて話をしたりとかしているわけなんですが、でもね、その、言ってみればさ、その楽しかったらさ、楽しいっていう気持ちがあればさ、自然とやる気って湧くわけなんじゃないですか。なんで、見方を変えると、その自分が楽しいって思うとこはどういうことなのか、どういうところなのか、どういう部分なのか、どういうタイミングなのか、どういう瞬間なのか、で、その自分の好み、いろいろあると思うんですよ。その、この練習が好きとか、あの曲が好きとか、こういうことしてるときは楽しいとかって。で、そんな感じ、その自分が楽しいと思えること、好きと思えること、自分のモチベーション自然と上がることってのは何なんだろうかと。これもね、人それぞれ、本当もう、十人十色というか、もういろんなポイントがあるので、もういろんなポイント、本当皆さん自身にそのいろいろあると思うんですけども、これをね、探したことがあるかどうかって言われると、あんまりないと思うんですよ。ギターを弾いてて、楽しいって思うことはたくさんあるけれども、もっと具体的に、どういう時に楽しいと思うのかなと。そのランキングをつけるわけじゃないけども、私はなんかこれをしてるときギターの練習すごく楽しいと。もうギター弾いててすごくていいなと思うみたいな。例えばそれがね、自分の好きなバンドの曲を練習しているときでもいいかもしれないですし、なんか人前で演奏しているときとかライブとかでもいいかもしれないです。それとも友達とのアンサンブルをしているときとかでもいいかもしれないし、メトロノームと共にね、そのコチ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 と、なんかその一人でこうね、内職をするかのごとくやっているときでもいいかもしれない。まあそんな感じで、そのね、自分がその楽しいと思えることっていうのは、そのいつなのか、どういうタイミングなのかっていうのを、めちゃくちゃ真面目に考えてみると、めちゃくちゃ真面目に、そう考えたことってありますか？ないなって思った方はですね、ちょっと一回考えてみるとなかなか面白いかと思います。まあ僕の場合はなんですけども、基本的に僕はね、その本当にもう自分の好きな曲、曲を弾くことがね、もう基本的に僕は大好きなので、
まあ、今まで本当もう27年間、ギター弾いてきましたけども、まあ、基本的にはやっぱそのね、自分が好きな曲、練習した曲をそのバーッと練習しているという感じでございまして、あんまりその基礎練的な、例えばそのクロマチック練習とかってやってこなかったんですよ。でもね、最近ちょっとこう、なんだろうな、結構その曲の練習とかしようとすると、そのまとまった時間が必要だったりとかして、やっぱなかなか子供二人でいるとね、なかなか家で練習することもなかなかままならないので、やっぱりこの5分間練習できて、ちょっとこの別のことやって、5分間練習できて、別のことみたいな感じで結構時間飛び飛びになるんですよ。だでもしょうがないっつって、最近このね、2か、この2ヶ月、2ヶ月、ん?今年の2月、3月ぐらいから、いや、もうちょっと最近だな、4月ぐらいからですね、その基礎練。基礎練っていうかその筋トレですね、ほぼほぼ筋トレ。もう筋トレです。これをこのちょっとこう取り入れてみたんですよ。今まで全くやったことがなかったけども。でもやってみたらやってみたら意外と面白かったりとかしてですね、これはこれですごくいいなと思って、その自分のこのね、楽しいっていう場所をなんか一つ発見したような感じがして、結構なんかな、今も結構その、うまい具合にこのね、工夫できて楽しいと思えてやる気も出てきて、で、行動して、じゃ練習してちゃんと上達してるなっていう、このね、いい感じのこのルーティンがなんかできてるなっていうふうに僕の中であるんですけども。なんかね、新しいことにチャレンジしてみて、それをね、すぐにこの、あ、これダメだっていうふうにやるんじゃなくて、しばらく続けてみて、で、本当に自分がこれはね、楽しいと思えるのかどうかな、どうなのかっていうことをね、ちょっとこう、時間かけてやってみるっていうのもなんか結構大事なことなんだなってことをですね、私は最近新しく学んだっていう話でございますね。まあ、この辺の話、今までも何回もしたことがあるんでね、どっかの動画で聞いたことがあるかもしれないんですけども、まあ、これを今聞いている皆様が、ギター楽しいと思っていると思います。ギターの練習楽しいなとか、ギター弾けて楽しいなとかって、ギターいいな、音楽いいな、もっと上手くなりたいなって思ってると思うんですよ。この動画見てくれてる時点で。なんで、そのね、ある程度のそのやる気はあると思うんです。モチベーションというか、そのね、やるぞっていう感じの。あるんだけれども、なかなかね、それがこのね、バーニングしない時もあったりとかすると思うんですよ。その時はですね、ちょっと私の今日の話を思い出していただいて、自分がいつギターを楽しいと感じるのか、いつもっと上手くなりたいなって感じるのか、そういったものをですね、もっとこう、真面目にこう、バーッと考えてみても結構いろいろいいヒントが見つかるんじゃないかなと、思ってる次第でございます。はい。ちょっとまあ、それが、ちょっと私が今日言いたかった、まあ、最初の話でございます。で、そうですね。ちょっとこれと話は違うかもしれないんですけども、そのやる気が出た時に、そのすぐに行動できるように、すぐにこの練習できるように、このなんかルートをちゃんとこう、整理するというか、練習しやすい環境を整えるってこともすごく大事なんですよね。で、さっき言った通り、僕その筋トレの練習してるんですけども、その具体的にどんな練習してるかっていうと、こんな練習してます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、私、iPhone ずっと使ってるんですけども、Android 端末使ったことがないんですが、今このご覧いただいている皆様が iPhone 端末使ってらっしゃったらね、ちょっとこの辺参考にしていただきたい話でございます。私、練習するとき、この耳コピーというソフトを使ってるんですけども、耳コピー。ちょっと動画の方、概要欄の方にいろいろとリンクを貼っておきます。で、これをね、スタートすると、小指の練習っていう もう直球のタイトルがあって、こんなのが鳴るんですよ。でもアンプつながずに、もうね、ちょっと少しでも手が空いたら、せっかくだから一緒にやってみます。小指で3弦の14フレットで、人差し指にこの3弦の11フレットにプリングします。プリングで、4弦の14フレットをダウンピッキングして、また3弦の11フレットをアップピッキングと、ダウンプリング、ダウンアップ、ダウンプリング、ダウンダウンアップ、ダウンダウンアップ、まあ、ひたすらの小指を使いまくるってことですね。ちょっと私のこのね、小指のこのフィジカル的な身体的な能力がまだまだ低いなと思ったんで、最近こんな筋トレをしてるんですよ。で、最初14フレットからスタートしますけども、その次は17から、で、続きは15から、こんなのを、でもこれ140で、こうしばらく続けてるとですね、結構そのね、左手のこの小指の筋肉がおーってね、こう乳酸溜まる感じというか、結構なんかいい感じになんかね、なんか溜まってくるんですよね。で、1日の最初にこう終わってやってみると、これ3分ぐらいのセットになってるんですけども、1回この再生すると3分間ずっとこれを繰り返されるんですが、1セット目はですね、やっぱこの小指の動きが鈍いんですよね。すごくなんかね、動かないし、なんかね、痛い。でもそれをね、さしたらまたこのね、あーって思いながら繰り返すんですよ。もっとこの小指をね、力抜いて、もっと軽やかに移動して、もっとそういうスムーズに運用するためにはどうしたらいいかなってことをね、結構考えながらこの繰り返しするわけなんですよ。
そうするとね、まあ、3分の1セットが終わって2セット目あたりから、ちょっとずつちょっとずつこうね、小指がね、柔軟にこう動いてくるというか、なんか自分のこの思い通りに動いてくるような感じがすごくするんですよね。こんな感じの練習とか。で、他にも、私が今すごい練習しているというか、フレーズが、ちょっとこの、なんかいくつかそのフレーズがあるんですけども、他にも、これは違うわ。これだ。これ。こんな感じで。これも、一回始めると4分30秒ぐらいずっとこのままですけども。ま、この分数はね、まあ、その、ちょっとま、テンポによって変化はするんですけども。ま、こんなのですね、その1セットとして、ま、ひたすらひたすら、隙間時間に次これやろう、あれやろうみたいな感じでもずっとやってるわけなんですよ。ほんと筋トレの場合はですね、その、なんか楽譜用意しなくてもいいですし、ほんとなんかこのね、スマートフォンからベッド鳴らしてアンプも繋がなくていいですし、なんか本当に手軽にできるし、まあ、途中で中断することもね、簡単だし、いや、筋トレ結構いいなと思って、最近こんな練習をしてる次第でございます。いかがでしょうか。で、ちょっとiPhone 使ってる方、よかったら、ちょっとこの練習素材置いとくので、よかったら一緒に練習してみてくださいませ。さっきの小指の練習の音源、ちょっと置いておきます。メガっていうアプリ、皆さんご存知でしょうか。メガ。ドロップボックスみたいな、なんかそういうこのストレージのサービスなんですけども、僕このメガはめちゃくちゃ愛用しておりまして、このメガの中に、置いておくのと、まあ普通にこのね、直リンクで、ファイル置いておくのちょっとあるので、よかったら使ってみてくださいませ。それぞれ BPM100 で、設定をしております。で、メガダウンロードしだいってメガの中にその突っ込んでいただくと、このね、点々のところからですね、ダウンロードっていうのが出てくるんですよね。で、このダウンロードで、まずこの端末の方に保存すると、共有をタップした時に、この、ね、耳コピーというソフトで開けるようになるんですよ。で、この耳コピーで開くと、こんな感じで耳コピーソフトで開くことができて、で、テンポをね、変化させられれば、今 BPM が100なので、160とかにしたければ 160%。逆に遅くしたければ 80% になれば、BPM が80になったりとかするので、まあ、こんなの使ってですね、今日は75、明日は76、その次は77、そしてその次は80みたいな感じで、ちょっとずつこうね、目標を立てて練習していただくと、いろいろといいんじゃないのかなという感じでございます。よかったらソフト、アプリのリンクと、あとその音源のリンクを置いておきますので、よかったら使ってみてくださいませ。そんな感じの私の近頃の練習な感じでございます。1月ぐらいにそのポリフェやってるとか、ポロゲルバートやってるとかって言ってましたけども、なんかその辺のね、曲をそもそも弾く前になんかもっと筋トレしなきゃダメだなと思って、最近は本当この1ヶ月はひたすら、筋トレをしております。で、そうだな、もうちょっと行くとすると、今、ちょっと弾いた少し難しいフレーズ。これ？まあ、こんなのがあって、まあ、これとある曲の一つのフレーズなんですけども、なかなか昔からうまく弾けなかったからね、ちょっと今回もっと練習しようと思って、まあ、こういう繰り返しの練習をしてるんですけども、これ目標としては160なんで 160% にして弾きたいんですよ、最終的には。こんな感じ。で、今はね、上手くなったんで結構普通に弾けるんですけども、ちょっと前ですね、160でなかなかね、その上手く弾けてるかどうかわかんなくて、これをですね、ちょっとぐっとゆっくり120で弾いてみたんですよね。こんな感じで。こんな感じのテンポで。そしたら、この辺の、このプリングがめちゃくちゃできてないっていうか、そのむしろプリングしてないってことに気づいて、160でやってるときはね、その早すぎて自分でかんない、なんかそのできてるのかできてないのかわかんないって感じだったんですけども、やっぱりテンポ下げると、その自分の動きをしっかり観察することができるから、あれこの時のプリングは俺できなくねえと思って、この人差し指はこの離れのは、早いのか遅いのかわかんないけど、なんかこの予言の解放と出てねえぞってことに気づいて、120で弾いて、120で弾いて、
で、それでこの改善したりとか、あと最後の、この、6弦の3フレットにアクセントがついてないから、そういうこの拍がうまく取れてないんだなってことに気づいたりとかして、で、120ではこのもっともっと自分のこの心の中の歯車というか、そのね、右手と左手と心のフィジカルのところがすべてその歯車がこう、わーっと噛み合うまで、練習をしてみて、で、あー、今俺100点満点、100発でちゃんと弾けてるわ、俺普通にできてるわっていうところを確信してから、まあ、BPM 10ずつ上げて、まあ、160枚持ってたって感じなんですけども、結構こういう難しいフレーズ、ややこしいフレーズに関してはね、もう目標の BPM でやる前に、ちょっとこうね、ある程度8割ぐらい完成したとしてもね、やっぱこの立ち止まってゆっくりすることもやっぱすげえ大事だなと思って、そんなこともやったりとかしているのが、まあ、ここ1ヶ月ぐらいの練習でございます。まあね、非常に内容としては地味ですけどね、まあ、ギターの練習なんて、まあ、ついに地味なものでございますから、まあ、こんなもんでございますよ。そんな練習をしているという、まあ、雑談の話でございました。はい、いかがでしたでしょうか？まあ、そんな感じでね、そのまあ、上達の仕方とか、ね、練習の仕方とか、皆さんいろいろとあると思うんですけども、ちょっと私はこんなことを考えてるよ、こんなことを意識してるよ、そしてこんなことを実践してるよという、お話をさせていただきました。今日は、5月4日か。5月4日のゴールデンウィーク。まあ、連休の真ん中でございまして、明日がもう金曜日だから、そうですね。世間一般的に学生さんとか、普通のカレンダー通りの会社員の方とかは、まあ、普通にまだ明日、明後日、3日後とお休みのはずでございます。ちょっとね、時間があったらですね、こんな真面目なことも考えてとかしながら、一緒にギターの練習をして、もっと音楽を楽しんでいければなと思っておりますので、皆さんも一緒に頑張りましょう。ということでございます。はい、以上。滝沢勝哉の最近の練習、状況のご報告でした。いやー、家族たくさんいて大変だけども頑張るぜ、俺も、うわーということでございます。じゃあ、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。またお会いさせて、また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね、そうだな、珍しく最後にちょっと。お知らせ。ちょっとこの動画をご覧いただいている方の中で、その、札幌にアクセスできる方いらっしゃいませんか？札幌。実は私、滝沢勝成、6月24日にですね、来月の24日にですね、札幌でワンマンライブをするんですよ、実は。ちょっと全然お知らせができなくて、ぶっちゃけ全然集客がやべえって感じなんですけれども、ぶっちゃけすげえやべえって感じなんですけれども、よければですね、6月24日、札幌にアクセスできる方いらっしゃいましたら、もしよかったら遊びに行きませんか？お友達、ご家族、兄弟、先輩、後輩、お誘いをするので、よかったら遊びに行きませんか？わーっていう、札幌のクーっていう、ライブハウスさんで、ちょっとワンマンライブをするんですけども、まあ、私がね、いつも使ってるそのマーティンのマチコさんと、まあ、ガットギター持っていこうかなと思ってるんですけども、まあ、普通のポップスのソロギターと、まあ、ガットギターで、そのボサノバギターとかクラシックギターとか、そういったことで、その、披露させていただこうかなと思っておりますので、よかったら、検討いただけたら幸いでございます。で、その翌日の25日なんですけれども、その25日に関しては札幌、同じく札幌で、オフ会とセミナーをやったりとか、します。オフ会とセミナー。そちらの方もですね、ソロギターセミナーとかね、その夜のオフ会とかみたいな感じで、いろいろ企画をしておりますので、よかったらご検討いただけたらすごく嬉しいなと思います。オフ会の方はちょっと僕個人的にむちゃくちゃ楽しみで、そのレンタルスペースを借りるんですけども、そこはそのキッチンついててさ、その料理できるんですよ。なんで歌カフェでね、普段出しているようなそのチャーハンとかチーズケーキとか、なんかそういったものですね、もうお店で仕込みを終わらせて、ちょっと発送しておいて、で、現地の方でですね、そのオフ会中に、なんかちょっと料理をして、こうみんなでこの振る舞うみたいなことをしたりとか、で、あとね、食べ物、飲み物、持ち込み自由なんで、まあコンビニとかでね、いろいろとこの買い込んで、なんかみんなでこう、わーっと、したりとかできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ご検討くださいませ。札幌に普段アクセスできなくても、待ってます。神奈川からでも待ってます。東京からでも待ってます。福岡からでも待ってます。四国からでも待ってます。網走からでも待ってます。北見からでも待ってます。そんな感じでございます。旭川からでも待ってます。大阪からでも待ってます。そんな感じです。じゃあちょっと先になりますけども、そんな感じで札幌のイベントもぜひよろしくお願いいたします。そんな感じでじゃあ終わりにさせていただきましょう。また違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。じゃあね、はは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 は。